こんにちは、ウォッチ買取応援団です。時計ブランド、有名モデルの歴史や誕生背景を探っていくと新たな魅力を発見することができます。今回ピックアップしたのはセラミックウォッチのパイオニア、シャネル。ファッションブランドとしてあまりにも有名なブランド、時計業界においても J12 というモデルで一大ムーブメントを巻き起こしています。私の人生は楽しくなかった、だから私は人生を作った。創業者ココ・シャネルの言葉です。彼女の人生と共に歩んだシャネルというブランドの歴史と、彼女亡き後それを普遍のスタイルへと紡ぎ上げていった者たちのストーリー、見ていきたいと思います。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。ではまずはシャネルというブランドについて、その特徴と代表的な時計見ていきましょう。シャネルのブランドアイデンティティ、それは今もなおブランドのコードカラーとされているブラックとホワイト、そして既成概念や常識にとらわれない革命的な作品作りがあります。創業者ココ・シャネルは幼き日を修道院で過ごしており、そこでの禁欲的な生活から黒と白に嗜好を覚えていたといいます。また彼女は幼い頃から自身の人生において自由のために戦うという強い意志を持っていました。シャネルの作品はまさにこのココ・シャネルの生き方そのものが形として現れたものなのです。そして時計ですが、シャネルのアイコンウォッチといえばこの2つ。画像左側、最初の腕時計コレクション、プルミエール。そして右側が2000年に一大ムーブメントを巻き起こしたコレクション、 J12 です。ここでもブラックとホワイトが軸として使われています。そして自由な発想により、当時腕時計としては使われることがなかった革紐やセラミックを素材として使用し、業界を驚かせました。こうして腕時計コレクションにおいても見事にブランドアイデンティティを表現することに成功しています。しかしながら腕時計コレクションが発表されたのは1987年のこと。ココ・シャネルが他界してから16年後のことでした。彼女亡き後、ブランドがどのように引き継がれ、そして腕時計業界でも成功するに至ったのか、その答えはココ・シャネルの壮絶な人生にあります。ココ・シャネル、本名ガブリエル・ボヌール・シャネルが生まれたのは1883年のこと。母は若くして亡くなり、行商人である父に育てられました。そして12歳の時、オバジーヌ修道院へと一時的に預けられますが、父は行商に出かけたまま帰ってこず、孤児になってしまいます。ガブリエルはその後約7年間オバジーヌ修道院で過ごします。そこで見てきた宗教的な景色や衣服から、黒と白の美しさ、そしてゴールドやカラーストーンの華々しさにも興味を持っていたそうです。大人になり修道院を出たガブリエル、修道院で学んだ裁縫技術を用いて張り子として働きながら、夜はキャバレーで歌を歌うという生活へ。不自由だった孤児時代に別れを告げるべく、自らの自由のために働くことを楽しんでいました。彼女の歌声は多くの兵士を魅了し、いつしかココという愛称で呼ばれるように。ガブリエルという本名よりも有名なココ・シャネルという愛称はこの時代に生まれたものなのですね。これ以降ココという呼び名で進めてまいります。ちなみにココという言葉の意味ですが、愛人を意味するココットであるとか、当時彼女が得意とした曲目から取ったとか諸説あるそうです。ココはやがて騎兵将校エティエンヌ・バルさんと恋に落ち、キャバレーを辞め、彼の持つ牧場で何不自由のない生活を送ることになります。しかし彼女は退屈しのぎに帽子作りを続けていたと。自由のために働くことを選んだ彼女にとって、何不自由ない生活はとても退屈なものであり、逆に不自由なものだったのでしょう。退屈しのぎだった帽子作りの腕はみるみる向上し、1910年帽子店を開業するに至ります。ココは牧場主の将校エティエヌと別れを告げ、イギリスの実業家アーサー・カペルと共に次なる人生を歩むことを選びます。ココにとってアーサーは最愛の人であり、彼女がより強く美しい女性になるきっかけとなった人物でした。その証明としてアーサーが生前ココによくプレゼントしていたというカメリアの花、そのモチーフは今もなおシャネルブランドのアイコンとして継承されています。
1910年にオープンした帽子店が成功を収めた後、1915年にはフランスドーヴィルにブティックをオープン。自分と同じように自由のために働く女性に向けジャージ素材を使用したスポーツウェアのコレクションを発表し、これも大成功となりました。さらに1918年にはクチュールメゾンをオープンしますが、翌1919年、残念ながらアーサー・カペルが交通事故によってこの世を去ってしまいます。突然訪れた最愛の人との別れ、ココは深く悲しみながらも仕事によってその悲しみをも乗り越えると心に誓い、帽子店、ブティック、クチュールメゾンから次なるフィールド、香水業界へと活躍の場を広げていきます。1921年、かの有名な香水シャネルNo.5が誕生します。シャネルをビッグブランドへと成長させた大ヒット商品です。当時ファッションデザイナーの香水業界進出は非常に斬新な試みでした。ココは女性の香りがする女性のための香りと銘打ち、当時主流だった単一の香りの香水に対し調香を持って挑むことに。ロシアの宮廷調香師であるエルネスト・ボーとともに開発を進め、80種類以上のエッセンスが調合された豊かなフローラルの香りを持つ香水No.5を完成させました。そして1924年、フランス最大手の香水化粧品企業のオーナーであり、香水の量産と流通への知識に長けていたピエール・ベルタイマーとのタッグにより、No.5の販売戦略が進められていきます。ところでNo.5のボトルのデザインですが、シンプルでミニマルなものを採用しています。当時業界の主流は派手派手しいデザインボトルを使った香水でした。シャネルはその対極的なものに仕上げたというわけですね。この時代のフランスはカルティエが先陣を切ってアールデコスタイルへの変革を図っており、シンプルで直線的なデザインの作品作りを行っていました。タンクという名作ウォッチが誕生したのもこの少し前の時代になります。No.5のボトルはそのデザイン潮流を早々に掴んでいたものなのではないでしょうか。このボトルデザインは1959年にMoMAの高級コレクションに選ばれたり、アンディ・ウォーホルの作品のモチーフにされたりと、現在も普遍的な美しさで人々を魅了し続けています。やがて時代は世界恐慌、第二次世界大戦へとつながっていきます。開戦前4000人以上の社員を抱える一大ブランドに成長していたシャネルですが、対戦中は香水部門とアクセサリー部門のみを残して閉店を余儀なくされることに。ココシャネルはパリで、ピエール・ベルタイマーはアメリカで、No.5の販売を行いながら終戦を待つこととなります。ココが再びブティックをオープンしたのは終戦からしばらく経った1954年のこと。ピエールとも再会を果たし、再びファッションブランドとしての活動をスタートします。戦後のパリは華麗に着飾った女性たちでにぎわい、華やかで派手な印象でした。しかしそれを見たココは耐えられないと一蹴。ココは女性を動きやすくすること、服に着られることなく服によって立ち居振る舞いを変えさせないこと、人は常に動いているものだからという言葉の通り、自由のために働く女性に向けた作品作りを再開。ワイヤーで締めたコルセットを取り払い、長すぎるスカートの裾を切り、華やかな装飾を外すという相変わらずの自由な発想を形にしていきました。こうして出来上がったのがツイードの女性用ジャケット。エレガンスであり機能的であると高く評価され、世界中のファッション雑誌の表紙を飾り、シャネルの新たなスタイルとして受け入れられていきました。戦後ブティックを再開したココシャネルですが、その時すでに71歳。新たなスタイルとして女性向けのジャケットを作り上げたことも驚くべきバイタリティですが、その最後も非常に潔きものでした。1971年、コレクションの準備からホテルへと戻り就寝したココはそのまま永眠。87年の壮絶な人生に幕を閉じました。ココシャネル亡き後、真っ当にブランドを継ぐものはなく、長く空白の時代が訪れます。その間ブランドとしての存続はしていたものの、かつての栄光は次第に薄れ、No.5ですらも古臭い過去のものとして扱われるまでになってしまいます。1983年、ブランド再興に向け動いたのはジャック・エリュ、
そしてカール・ラガーフェルドという2人の男でした。ファッションに詳しい方であればご存知の方がほとんどかと思います。名前を知らない方でもその姿を見れば、ああこの人かとなるほどの有名人カール・ラガーフェルド。シャネルが彼をアサインした理由について、当時の CEO キティダ・レーソはこう語っていたそうです。カールはすでにクロエやフェンディで輝かしい功績を残していたことと共に、ココシャネルのデザインをすべてインプットしていた。さらにココ本人の人物史についても誰よりも詳しかった。カールは最新のモードスタイルとココシャネルの融合こそがシャネルの復活に必要なものと考え、ココが作り上げたジャケットスタイルを現代のものへと変革。新たに生み出されたオートクチュールのスーツはモナコ王妃、ヨルダン王女、イバナ・トランプなどのセレブに愛用され、瞬く間にその名声を取り戻していきました。シャネルにとって古いものとは何か、それまでのシャネルを知り尽くした男だったからこそできた新生シャネルへの大変革でした。時を同じくしてシャネルはもう一つの新しい試みとして腕時計コレクションの開発プロジェクトをスタート。ここを担当したのはシャネルを知り尽くしたもう一人の男、長くシャネルの広告ビジュアルを担当してきたアーティスティックディレクタージャック・エリュでした。ジャックは1987年に初のコレクションとなるプルミエールを発表。腕時計といえばスイスの生粋マニファクチュールかハイジュエラーかの2択、まして女性用となるとメンズモデルを小さくしただけというものが大半。そこでジャックは初めから女性用の時計をコレクションとして展開することを目的とし、時計を制作します。ジャックが作り出した時計は金メッキの鎖と黒革をストラップに用いたファッショナブルなものに、道具もしくはジュエリーであった腕時計がファッションアイテムになった瞬間でした。プルミエール、少女時代のココシャネルが見た修道院の景色、そして宗教服をイメージさせるデザインでもあったように思えますね。ジャックにはそこまでの思い入れがあったのではないでしょうか。ブランド愛を感じる作品になっています。さてプルミエールで成功を収めたシャネル、1993年、再びジャック・エリューの指揮のもと次なる腕時計コレクションの開発に着手します。このプロジェクト発足に対し、ジャックはこのような時計を作ると語っていたそうです。時代を超え不滅であり輝くような黒か眩しい白、ここから誕生したモデル、皆さんもうお分かりですね。大ヒットモデル J12。 2000年に登場した J12 は、これまで女性のための作品作りを行ってきたシャネルにとって初となる本格的な男性向けのコレクション。かつてココシャネルが男性用のジャケットスタイルから着想を得て女性用のファッションへと開放したのと同じように、今度は逆に男性用へと開放する、それを担ったのがこのモデルです。ジャック・エリュはココシャネルの考える女性らしいデザインに男性的な要素を融合。クラシックカー、鉄道、そして船舶と男の趣味から着想を得て J12 のデザインを描き上げました。こう聞いて改めて見てみると男の趣味を感じる部分見えてくるかと思います。文字盤内のレールウェイなどが分かりやすいポイントですね。 J12 はブランドとしてのチャレンジはもちろん、時計業界のチャレンジも担っていました。シャネルがとんでもない時計を作った、発売された当時時計業界は誰もが驚いたことでしょう。皆さんご存知の通り J12 のケースとブレスにはセラミックが使用されています。それまでセラミックというと工業製品の素材でしかなく、時計ではラドーなどで一部使われてはいたものの、あくまで変わり種としての位置づけでした。 J12 はハイテクセラミックを用いて艶やかなブラックのケース&ブレスを作成。これは腕時計業界でも初の仕様となり、ラグジュアリーなものとして再解釈させ、後のセラミックウォッチブームの火付け役となりました。J12 はその後2003年にホワイトセラミックのバリエーションを追加、さらに2005年には複雑機構トゥールビオンも完成。2019年には何も変えずに全てを変えるというテーマのもと大幅なリニューアルを行いました。といってもテーマの通り、パッと見た感じではどこが新しいのか見分けるのは非常に難しい。しかしこのテーマは実に今のシャネルらしい。カール・ラガーフェルドにしてもジャック・エリュにしてもシャネルを知り尽くしているからこそ、ブランドを新しいものに変えることができました。
ココシャネルのスタイルを変えずにココシャネルの全てを変えて見せてきたわけですね。といったところで本日はシャネルの歴史についてお送りしました。自由を勝ち取るため壮絶な人生を歩んだココシャネル、そして彼女が大切にしたブラックとホワイトというコードカラー、そのロックな人生に共感し後のブランド復興を成功させた2人の男たち。シャネルの時計を眺めるときはココシャネルのような時代への反骨精神を持って楽しみたいですね。以上、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。